Hi everyone, it's Lily. How are you? ガチで今起きました。今日は私のリアルのルーティンをお見せしたいと思います。普段作ってる文化の動画とかは後日アップします。じゃあ起きよう。Wake up, sleepy head. おはよう。お腹すいたね。じゃあご飯食べよI just give her the same stuff that I give Leo. It's the same. Wow, the organic dry. Yes, yes. ごちそうさまです。基本的に朝起きたらそんな感じです。いつもだったら朝ごはん終わったら、Leo, come here. おいで。いつもだったら英会話のレッスンを教えて朝はそのレッスンの準備するんですけどちょっと今コマルナの影響でだいぶレッスンちょっと減ってる状態なので、オンラインのレッスンがない限り朝はレッスンの準備しなくて大丈夫です。今日はたまたまレッスンがないので朝は農作業だったり次に作る動画の準備だったり YouTube の文化の動画とかだったら結構ちゃんと書いたりとか内容を考えたりするのでそれも結構時間かかったりします。まあ結構のんびり過ごしてる感じです。今は特に今日はトウモロコシ植えたりとかすると思うのでまあそういう動画とかになると思います。ねえリオン、ねえリオン元気？ハロー。今日のメインの仕事はトウモロコシを植えます。これから一緒に畑に行こう。
もしかしたら肉は魚は食べないのって思ってるかもしれません。お肉と魚は好きですよ。ただとてもシンプルなものを食べますし、オーガニックのものしか食べないので、タンパク質は今日みたいに豆で取ることが多いです。将来は自分たちの鶏を買ってチキンにしたりしたいんですけど、今はそれできてないのでお豆が多いです。とりあえず農作業と夕飯作りなどなのがやっと終わりました。これからちょっと編集したりします。レッスンとかがない日は基本的に農作業と料理とかに集中してます。何もしてないじゃんって思う人もたくさんいるかもしれないですけど、まあ、自分なりになんかちょっと忙しく、まあ、手を止めることはほとんどないですね。田舎の生活ですね。ごちそうさまでした。あとはお散歩したり、皿洗ったり、お風呂入ったりです。基本的にあんまり遅くまで起きてないので、夕飯は6時ぐらい。で、お風呂は7時半ぐらいから。で、8時から1時間ちょっとのんびりして、できる時は10時にはもう寝るようにしてます。他の YouTuber の1日の動画よりはつまんないかもしれないですけど、これが私のリアルライフの動画になりました。ちょっとのんびりの一日でした。また次の動画でお会いしましょう。次回の動画はもうちょっとその文化だったりそういったものにしたいと思います。ここまで見てくださりありがとうございます。See you next time. Have a nice day. Goodbye.